こんにちは、着付け講師の素直です。今回は着物の畳み方をご紹介します。小スペースでできるやり方です。それじゃあ早速始めていきましょう。まずは着物の襟元ありますよね。襟元のスナップボタンとか紐とかある場合は外してください。こんな風に。そして自分の左手に襟元が来るように置きます。そうしたらまずは手前の脇縫い、着物の右袖通すところの脇の縫い目を探し出しましょう。だいたい手前の方に来てるはず。で、脇縫いのところをぴったりこう持って揃えます。わーってあんまり広げたくないので自分の肩幅程度で大丈夫。この脇縫いをぴったり揃えましょう。そうしたらこの生地に続いている襟を手前に折り返します。ここに折り目がついていますので折り目正しく折り返しましょう。上までずっと折り目通りに畳みます。では次、向こう側の襟を持って手前のこの襟のとこ、こことここぴったり揃えます。そして折り紙の要領でピーッと上まできちんと揃えて折っていってください。そしたら襟元こうなってますけど、スナップボタンとか外して伸ばした状態で内側に折りましょう。必ず線が入ってますんで、線通りこことこことここの線に合わせて左右対称になるように折ってください。これ今広襟って言って襟が広幅になってますけど、もしバチ襟の場合、ここが縫いとどまっている場合も同じ要領で線通りに折ってください。では向こう側の脇縫いをつまんで手前の脇縫いにぴったり揃えます。お袖も手前側持ってきます。そしてこの背中の縫い目のとこをピッて引っ張るとぺっちゃんこになってくれました。この時この襟のところ、ここ注意です。ぐちゃぐちゃになったり線通りに折れてないと変なシワがついちゃうリスクがあるので、きちっとぺっちゃんこになるように畳んでくださいね。そうしたら上側のこのお袖、こっちだけパタッと畳みます。こちらのお袖はこのままで大丈夫です。では次、下半身いきます。この上側のところはちょっとパタッと畳んどいて後でやります。下半身の畳み方はさっきやったのと全く一緒。まず手前の脇縫いのところまっすぐ揃えて、そしてこの布に続いている襟の続きですね、ここ裾のところ手前に折ります。必ず折り目がついているのでここです、奥見線って言うんですけど、奥見線で手前に折り返す。そして向こうの裾の角っこを手前のここの角っこにぴったり揃えたら、ここ折り紙の要領でまっすぐ合わせてください。そして向こう側の脇の縫い目をつまんで手前に合わせましょう。これで裾もバッチリ合いました。ではこの辺どうするかっていうと、端っこ持ってキューッと引っ張れば綺麗に折りたためます。ただもし中がぐしゃぐしゃの場合変なシワがついちゃうので、ある程度確認してぺっちゃんこになってるかこのように揃えるようにしてください。そうしたらこの裾を肩山のところに合わせます。ここ折ってた分戻してと思って頭のとこ合わせましょう。これ今2等分にしましたけど、3等分される方もきっとおられると思います。多頭紙がちっちゃい場合なんかはこういう風に3等分しても OK です。この辺はお好みでどうぞ。では最後にこの残しておいたお袖を上にこうして乗せれば着物が畳めました。今回は着物の畳み方をご紹介しました。変なシワがついちゃった場合はこちらの動画でアイロンのやり方を解説してますので、よかったら参考にしてください。浴衣の畳み方はこっちの動画で解説してます。皆さんにとって着物がもっと身近になりますように願ってます。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。バイバーイ。